建築ってクオリティが全てではないですよね。どれだけ細かく作られてるかももちろん重要ですが、他にもどれだけ大きいか、どれだけ広いか、そしてどれだけの時間で作ったかなども総合して評価されることもよくあります。では24時間しか時間がなかったらどれだけ広い都市が作れるんでしょうか。今回はそれを検証していきます。ちなみに今回作るワールドは Java 版のみですが配布してるので自由に使ってください。ワールドを変換すればおそらく統合版でも使えると思います。リプレイモッドのリプレイビューアーで時間を計測。24時間ぶっ通しで建築するのはきついので1時間 ×24 クリップを撮影しながら建築します。それから一部の細かい装飾パーツなどは過去の建築から流用可能とします。具体的には道路装飾パーツと汎用道路素材、100車種近くある車両たち、この動画で紹介した屋上装飾パーツ、店舗用自動ドア回路、航空障害灯回路、そして人間などを流用します。他にも一応このようなルールを元に建築することにしました。同じ建物をいくつも置けないというのが今後どう作用するか楽しみですね。それでは作っていきます。みなとみらい不動産。まずは最初の1時間、今後色や高さを変えただけの建物を量産する気満々なので、最初の数時間はそのバリエーション違いの元となる建物を増やし、そこからバリエーション違いを増やしていきます。そのため最初に作ったビルは何の変哲もないガラス張りのビルですね。この動画で作り方を解説したもののクオリティを極限まで落としたような感じです。2時間目ではワールドの象徴となる超高層ツインタワーを建てました。一応高さは変更してるので全く同じ建物ではありません。どう見てもセーフです。それと巨大な建物をコピペしたので結構重くなったのと影バグが発生したため2時間目だけクリップが2つに分かれてますが時間は大体守ってます。高度限界まで届くビルをどうしても1回作ってみたかったんです。3時間目では量産用中層ビルをできる限り増やします。多少ダサくても気にしない、質より量を増やさないと後々大変になっていきます。でも小さめの建物で広い土地を埋めようとするのは結構無茶ですよね。いくら作っても土地が埋まってる感じがしないです。今後これをベースに建物を増やしていけば埋まっていくんでしょうか。とりあえずこれで3時間が終了したので今ある建物を見ながら今後の計画を練っていきます。今出してる画像が3時間目終了時点での全体像です。思ったよりできてる気もするしもっと作れたような気もしますね。ただ都市の全体像はもうこの時点でイメージができてて、このツインタワーより西と北は高層ビル群に、南東は繁華街っぽくしつつもビル群で土地を埋めます。そして南西がマンション群です。この辺りからの景色が一番映えるように作りたいですね。それでは4時間目です。今回は道路装飾と屋上装飾をとりあえずとっちらかしてみます。何にどのくらい時間がかかるのか把握するためですね。この辺りのパーツはいくらでもコピペしていいというルールなので、とりあえずいろいろコピペして作った風にするだけするという方針でいくことを決定しました。なので今後は屋上や道路より土地を埋めるのに不利な割にたくさん必要になってくる雑居ビルなどをとにかく増やすことに注力します。5時間目に突入しました。この辺りで雑居ビルの限界に気づき始め、徐々に細かいビルより大きめのビルや駐車場で土地を埋めようとし始めます。細かいビルはどうにかバリエーション違いを量産することで対処しようという作戦ですね。ただそれにも限界があると思うので今後どうなるかは分かりません。ここから6時間目です。この時は建設現場の可能性にかけてみました。建設現場はそもそも見た目が大体同じなため、サイズだけを変更したバリエーションを量産してもそこまで大きな違和感は出ないのではないかという目論みです。これはそこそこ当たっていたようなので今後量産していきます。まだ発展途中の都市みたいになりそうですね。7時間目では北西のビルを増やしました。この辺りにはもうちょっと大きめの建物を置いた方が後の都市拡大が楽だった気もしますが建物を移動させてる時間も惜しいのでこのまま進めます。この1時間はあまり進んだ気はしませんでしたね。ここから8時間目です。このワールドで一番景色がよく見える場所の制作をしました。その周辺にちょうど高速道路が通っていたのでこの一番景色がいい場所をパーキングエリアとし、リトル大黒と名付けました。後で車を置いて一緒に写真撮りたいですね。そしてこのリトル大黒と同時に作ったジャンクションはまさかの交差点方式。このワールドではタイムカットのため斜め建築や複雑な建築は禁止されてるので、安全性や利便性は二の次になってます。間のカーブどころか完全に直角ですが、頑張って曲がりましょう。そして9時間目、この時は立体駐車場と大きめの公園、ビル1棟しか作れなかった気がします。立体駐車場はいい土地稼ぎになると思ったんですが思ったより時間がかかってしまいました。今後これの大まかな形を流用した建物を増やして巻き返したいですね。ここでついに10時間目に突入です。ビル群を南東に伸ばし始めると同時にこの辺りからほぼコピペの建築を少しずつ量産し始めました。一応全て形やデザインは微妙に違うので合法です。サイズをちょっと変えるだけでも意外と時間かかるんですよ。今後こういうコピペビルは増えていくと思いますが、それでどのくらい違和感が出てくるのかにも注目しながら見てみてください。ここまで10時間建築してできた街はこんな感じ。個人的には高層ビル群のスカイラインはあらかたできたと思うのでこれ以上増やしたくはないんですが、その一方高層ビルは一番楽に土地を埋める手段でもあるためどうしようか迷ってます。ひとまずは南東から南西に向けて都市を拡大していこうと思います。そういえばここまででまだマンションが1棟もないですね。まあビルの方が短い時間でできますからね。ここから11時間目です。本格的に色や高さを変
えただけのバリエーション違いを量産していくんですが、それでも細かい建物で土地を埋めるのは結構時間がかかります。そもそも周りの建物との隙間も土地の形に合わせて埋めなければいけないため、表のデザイン以外はあまり流用ができません。それも雑居ビルで土地を埋めるのが大変な理由の一つですね。12時間目、ようやく折り返しです。ここでワールド初のマンションができました。形状的にビルより複雑なのと、これまで作ってた場所が都心すぎたためマンションがなかったんですが、これからはこの最初のマンションをコピペしたものを大量に置けるようになりました。というか12時間目では一つ目のマンションのコピペ建築しか作ってないですね。一日の半分を使い、今はこんな街になってます。300メートル超えのツインタワーという日本にはまだない景色のせいか、個人的にはなんとなく日本というよりロサンゼルスっぽさを感じてます。13時間目からはとにかく南部の雑居ビル群を増やしてます。ほとんどがコピペしてちょっとデザインを変えただけのものですが、それでも見ての通り全然進みません。何度も言ってる気がしますが、雑居ビルや細かい建物で土地を埋める作業が一番大変で時間がかかります。14時間目も雑居ビル、少しずつ繁華街っぽい街ができてきました。そろそろこの辺を作るのも飽きてきたので、さっさと終わらせたいんですが、なかなか終わらないですね。あとこの時大きめの商業ビルを建てたら急に駅前感が出てきたんですが、駅を作るのは時間がかかるので絶対作りません。気持ち程度の線路くらいは思考か迷ってます。15、16、17時間目も同じようにコピペしてちょっと変えたものを量産して土地を埋めただけなので、適当に流します。数を増やすだけなんですが、それが本当に時間かかるんですよね。18時間目、ここで街を広げるのは一旦やめて、ここまで作ったエリアのクオリティを上げる作業を始めました。確か屋上装飾を始めたのがこの辺りです。それ以外よく覚えてません。19時間目、この辺りから航空障害灯の設置作業を始めるので、たびたび夜になったり昼になったりして見づらいかもしれません。でも動画の見やすさよりも今は時間の方が大事です。航空障害灯は回路で作ってコピペしてちょっと調整するだけなんですが、調整にも若干時間を取られてる気がします。20時間目、マンション群とビル街の間にあった謎の隔たりが気になったので、ここをとにかく雑に埋めます。こういう時に一番役に立つのはやっぱり駐車場。ただ隙間が埋まったのはいいものの、思ったより他の作業ができませんでした。21時間目は雑居ビルの屋上装飾をどんどん進めています。ほとんどがコピペなので、思ったよりサクサク進んでますね。それでも終わるか心配なくらい建物の数が多いです。22時間目は最後のエリア拡大を行いました。ワールドで3番目に高い高層建築と、その麓にある都心の土地を無駄遣いするためだけにできた謎のスペースが完成です。23時間目と最後の24時間目はまとめて2時間スペシャルです。いよいよ時間がないので、頑張って仕上げられるところまで仕上げます。最初の1時間はとりあえず屋上の色だけ変えて消え、最後の1時間は夜景や航空障害灯の設置に使いました。まだ屋上も道路も夜景も作り込みも不完全な状態ですが、とりあえずこれで24時間終わりました。若干時間オーバーしてるんですが、気にしないでください。偶然1日が数十分増える日だってあるかもしれません。それではひとまずこの時点でどこまで作れたのか見ていきます。まずは中心となる高層ビル群。高層ビルだけで街を埋めていいならもっと広い街ができたと思いますが、できる限りリアルな都市を作りたかったので、今回は不必要にビルを増やすのはやめました。屋上装飾などはほぼ手つかずのままですが、もう少し時間があればコピペで作れたと思います。道路に関しては適当にコピペしたままずっと放置で、交差点などは全く作れませんでした。これは結構悔しいですね。続いて雑居ビル群。ネオン街的な場所がどうしても欲しかったので意地で作りました。ただ夜になると真っ暗です。屋上はほぼコピペですが、半分くらいの建物には一応装飾はできました。ただ少しだけ埋め切れてない土地がありますね。マンションに関してはそもそもすべき装飾がビルほど多くないため、ビルに比べたら完成してる感は出てると思います。当初の計画では巨大な団地を作ることにより一気に土地を稼ごうという計画があったんですが、団地があってもおかしくないくらい外に広げることができなかったため失敗に終わりました。大きめの団地があるだけでそこそこの広さが稼げるんですけどね。ちなみに24時間の撮影が終わった直後のワールドをレンダリングしたものがこちら。あと一歩考えなめないですが、とりあえずこのくらいの広さの街を作ることができました。もうちょっと作り込めば、ちょっとした企画や PVP 用のワールドとして使うくらいはできそうですよね。じゃあここからちゃんと作り込んだら何時間かかるか気になりませんか？というか配布前に僕がちゃんと仕上げたかっただけなんですけどね。ということで、もう一度作っていきます。ワールドをこれ以上広げるのは禁止で、今あるエリアを最後まで終わらせます。ワールド内の空き地には適当な建物や駐車場を置き、街の外側の作れなかった部分は建物を置かない代わりに石系ブロックの塊を置いてカモフラージュします。背景みたいなものですね。次に地下です。地上じゃないのでコピペも拡大も自由にしていいということに勝手に決めました。過去に作りかけていた地下鉄駅と地下駐車場をそのままコピペしています。ただ地下街を拡大する余裕はありませんでした。次に道路です。適当にコピペしただけだった
った道路をちゃんと仕上げていきます。交差点を作ったり信号や街路樹を置いたりなどをしてます。この作業に思ったより時間がかかりました。次に夜景をちゃんと作りたかったのでこれも作ります。ライト系のブロックを置きまくるのはただの単純労働だからいいんですが、時間内に置けなかった航空障害灯をちゃんとつけるのにちょっと時間がかかってしまった気がします。それからネオン街のエリアは看板などにも照明を置いているのでだいぶ明るくなりましたね。ついでに看板の修正なども行ってます。続いてインチティ関連の作業です。具体的には人や車を置いていってます。本来は必要ない作業だと思いますが個人的に置いときたかったので置いてます。一つ一つ配置してる成果手抜き駐車場を増やしまくった成果、なんとこれ20時間近くかかってしまいました。ワールド本体の制作時間の約半分、自分でもここまで時間がかかるとは思ってませんでした。僕のワールドには100車種以上の車たちとその空張りがあるんですが、それでも普通に1台ずつ置いていっても全然街が埋まらないですね。同じ車両を近くに何台も置くのはあまり好きじゃないので、今後年式違いなどもどんどん増やしていけたらいいなと思います。次に内装工事、手抜きなので当然内装なんぞないんですが、さすがにちょっとくらいあった方がいいかなと思い、いくつかの建物のわずかな部分だけ内装を作ってます。これは後で詳しく解説するんですが、ついにみなとみらい不動産のオフィスにはいることができるようになりました。そしてついに最後、屋上装飾です。前に自分で紹介した屋上の作り方もガン無視しつつ、とにかく最大限手を抜きコピペだけでなんとかそれっぽくしていきます。その甲斐あってかこれは1時間半程度で全て終わりました。普通ならビル一棟で2時間はかかりますよ。ということで、これでついに全ての作業が終わりました。24時間で作るとか言ってましたが、なんだかんだ合計でかかった時間はなんと約56時間。まあそれでもワールド一つ作るにしては短い方かと思います。実際にはだいたい3日くらい本気で作業したらこんなワールドができると思うよってことだと思っといてください。まだ作り込みたい箇所は山ほどあるし、その気になればもっとクオリティを追求することは可能ですが、今回はあくまでインスタントな都市を作ることが目的なので、これでとりあえず完成ということにします。さてそれではここからは作ったワールドの紹介をしていきます。と言っても建築はもうほとんど見たと思うので、どちらかというと小ネタやエンティティ作業で作ったものなどを中心に紹介していきます。せっかくなので最後まで見ていってください。まずはワールドの初期リスポーン地点となってる繁華街の地下、ここは豆腐2丁目です。と言っても過去に作った作りかけの荻窪駅をコピペしただけですね。ただ地下には入れて電車が走ってるだけなので特に何かあるとかではないです。ただ一応トロッコで走れるようにはなってるので、よっぽど暇な場合は使ってみましょう。ちなみに新高島駅を有用した豆腐1丁目駅と新宿駅を有用した絹越豆腐駅にそれぞれ接続されており計算駅あります。豆腐1丁目駅から西に少し進むとメヒケルトゲイツとかいうおそらくメルセデスとは何の関係もないと思われる高級車ブランドの認定中古車販売店があります。メヒケルトのセダンは大体昔作ったクオリティの低いものなので、街中にはほとんど走っておらず、こんな端っこにまとめて置かれてるわけです。新型車を作ったらいずれそれを街中で見れる日が来るかもしれません。ちなみにここは本当にワールドの端っこで、さらに西へ進もうとすると警察がバリケードで道を塞いでいます。その近くにあるあからさまに手を抜きつつ広さをかさ増しするためだけに作られた広大な駐車場、ここではとあるイギリス人自動車レビュアーがトノカバーをぶん投げている様子を見ることができます。多分わかる人はそんなに多くないと思いますが、こういうちょっとした小ネタもあります。こちらはワールド制作中にも少し紹介したリトル大国、最終的にジャンプ台が追加されたり近くでカーチェイスしてたりもするんですが、背景をタワマン群にしてるので大国というより辰巳パーキング的な雰囲気になりました。いい感じに撮影すればそれっぽくなるかもしれません。まあこのワールドには高速の出入り口がそもそもないので、空を飛ぶかめちゃくちゃ隠して置かれてるはしごを使うかしないと入れないんですけどね。そしてその麓では思いっきり事件が起こってます。バールのようなものを持った不審者が暴れてますね。このワールドは全体的に治安が悪いです。もともと僕がマイクラでやりたかったことが GTA 東京だったので、かなりそれに近いことはできたような気がします。ヤジ馬もいますね。先ほど GTA とか言ってましたが、ここには車を盗もうとしてる輩がいます。さながら GTA ですね。盗んでる車はネザークルーザーというランクルとは一切関係ない車です。というか逆に GTA にランクルに当たる車がないのは何なんでしょうか。海外では日本ほどランクルは盗まれないんですかね。最初の方に作ったツインタワーの高い方、なんと入れます。怪しげな求人広告を見るとわかる通り、ここはみなとみらい不動産のビルです。 MMR グローバルシティというらしいですね。エレベーターに入りボタンを押すとオフィス階に移動できます。ここでは街全体を眺めることもできるんですが、悪徳不動産会社の知られざる実態も同時に眺めることができます。そしてこのビル、なんと爆破できます。ここのボタンを押すと、このように PV に映ってたのと同じように爆破できます。隣のボタンで一瞬で修復できるので気軽に何度でも爆破してみましょう。ちなみにただの裏設定なんですが、ツインタワーの低い方は法通という悪徳広告代理店が占拠しているという設定があります。こちらは Z クロスタワーというビル、 Z という SNS を運営している会社のビルですね。巨大なアプリのモニュメントがこれでもかと置かれてます。余談ですが、このアプリのモニュメントを並べるというアイデアは GTA5 のライフインベーダー社からですね。
もし社名が気に食わない場合はそのまま爆破しましょう。それからこのビルの駐車場にある電気自動車が不良たちにボコボコにされてます。盗難じゃなくてよかったですね。こちらにあるこじんまりとした手抜きビル、松山アイワンビルディングという自動車会社のビルなんですが、ここの駐車場は松山というメーカーの車がほとんどです。松山以外のブランドの車は隅っこに追いやられてますね。自動車会社あるあるらしいですが本当なんでしょうか。こちらの立体駐車場では何やら怪しげな取引が行われています。襲撃して中身を見てみましょう。どうやら大量のエメラルドとネザライトの剣を交換しようとしてたみたいですね。怖いので証拠隠滅のため燃やしときましょう。ちなみに思いっきり張り込みされてるので僕が壊さずとも捕まってたかもしれないですね。繁華街近くの路上で職質されてる人がいます。警官に白い粉を取り上げられてますね。小麦粉か片栗粉でしょうか。たこ焼きミックスかもしれません。ワールドの一番東ではめちゃくちゃ事故ってます。タイヤが取れて車が横転してますね。事故を起こした車がこの2台だったのはとあるドラマを意識してたからなんですが、再現というわけではないので言わないでおきます。こちらはなんか前に作り方を紹介したことがある気がする中古車販売業者ですね。中古の軽自動車を7000万で売ってます。 GTA オンライン並みのインフレが起こってますね。そしてお店の前の2人はオレンジの何かで草に何かをしてます。水やりでしょうか。微笑ましいですね。最後に繁華街に入れる店舗が2店舗あるので紹介します。まずはこちらのコンビニ、ファンシーマートです。なんと自動ドアですね。ただ中に何かあるとかではなく飾ってある商品を取れるだけです。なんか見たことある気がする。チキンでも盗んでいきましょう。買えないので仕方ないです。こちらにはタローズコーヒー、タロー以外は働けないことで有名なカフェです。このお店ではボタンを押すとコーヒーが出てくるんですが、ここで売ってるコーヒーって本当にタローズコーヒーのものなんでしょうか。なんか別のお店で見たことある気がするんですが、ちなみにこの他にアイビーバーガーというハンバーガーショップを作る案があったんですが、こちらはボツとなりました。理由はめんどくさかったからです。紹介はしませんでしたが、このワールドには他にもポンタのビルがあったり、航空障害灯が明滅してたり、いろいろと見どころがあります。またこのワールドは本当に自由に使ってもらっていいので、 YouTube の企画に使うなり、何かの撮影に使うなり、もしくは技術をそのまま盗んだり、ワールドを改造したり、とにかく自作発言とワールドをそのまま二次配布することさえなければ、基本どんな用途でもご自由に使っていただけます。概要欄にダウンロードリンクがあると思うので、ぜひそこからダウンロードしてみてください。中には今回の撮影で使用した自作のテクスチャの試作品も一緒に入ってるので、これはそのままリソースパックのフォルダに、ワールドの方は解凍してセーブスのフォルダに入れると使えます。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ。